じゃあ続きからやっていきます。装備をねすぐ変更したいんですが、あとね多分1回戦えばアビリティをフライヤーがね覚えてくれそうなんだ。ちょっとエンカウント少なかったから、あとね1回ぐらい戦いたいなっていう風に思ってるんですが、できた。ここでね、ゴールドヘルム、シールドアーマー、パワーベルトですね。で、フライヤーは、ダミアのティアラ。なんで黙ったんだろう。あと、バードキラー欲しいの。バードキラー、パワーベルト。で、君も。君は、あとラピスラズリだ。ラピスラズリ、スタンも、ラピスラズリ。で、ヨイチ、ガード。レベルアップはいった。レベルアップ、混乱回避。レベルアップじゃないの。で、いいか。で、ヨイチ、ドラム MP、アンデッドいらない。混乱回避。ね。逆だ。で、ガード。アビリティ混乱 MP バード、あーバードで、カバーいらない、カバーいらない。で混乱でいっか。でサラメタしろ、カクカク。これでなんとか頑張ってくれみんな。あ、そうだっけこれ。ダイスの衣、さあ次がボスですね。なかなか強敵と言われるボス、アークです。よし、おお。びっくりした。びっくりしたな。さあ来るぞ、なんか来る。
よし、よかった。エーテルも手に入った。なんとか。無事終わりましたね。ふう、よかった。さて、一方その頃は、次あれだ、シド。シドが活躍するところですね。あれだっけ、本編は続きなかなか引っかかった気もするんだけどどうなんだろうね。今回はわざとね5回間違えて、そうするとイージーモードになるらしくて、あのヘッジホックバイ、あいつがこうペッペッってこう振り向くのがなくなるっぽいです。その嫌な振り向き方、だるまさんが転んだの、それがねなくなるらしいので、ちょっとそっちで行こうかと思うんですけども、どっちが早いんだろうね。今回さ、わざと間違ってやるけど、前回に比べてどうなんだろう。なんか前何分で行ったかとかって覚えてないんですけど、見ればわかるけどさ。というわけで5回1回まず間違えます。1回目、どっちが早いんだろうかと思って。はい、2回目。結構また連打だなこれ。ゆっくりや、最初は間違えるな。ちょっとでも動いてればいいんだね。3回。はい、4回。あと1回ですね。はい、5回目。というわけで次からは間違えない、間違えないというか見つからない。さあ行くぞ。長っ。私も動きが止まっちゃう。もう危ない。長い。疲れたよー。あ、危ねえ、危ねえ、危ない、危ねえ。次いけるかな。危ない。あとちょっとだー。よし、来たー、よし来たー。あー、もう見つかってるって。で、重りを乗せるの一番下です。PCD。はぁ。おぉ。疲れた。はぁ。頑張れ頑張れ。ちょっと、もうちょっと早く運んで。早く早く早く。はい、を運んで。で、ここで、天秤に登るです。下ろしちゃダメ。ナイスナイス。よし、ナイスケロー。あー、疲れた。というわけで、こっからはこの4人で、ね、頑張っていく感じです。1人見えてないけど、いかねと思います。本当にありがとう、ありがとう、本当に。さて、じゃあこっからですね、悔いなだけちょっと装備を、ロミアのティアラ、違う、大地の子供だ。大地の子供、満月にはならないかもしれない。眠らずだ、眠らず。こんなそれでできまそう。で、ここではレベル5です、覚えたので、それを中心に戦っていきます。ね、逆にね、ちょっとエンカウントしたいんですよ。レザーテンプレスですね。金欠がマジで金欠やばすぎて、3回ぐらいかな。お金なさすぎてさ、やり直してるんだぜ。ちょっとプロミストリングです。これ取っておきます。1回ぐらいエンカウントしたいんだけど、ここら辺で1回しとくと。おお、怖い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 。意外と怖いんだよね。
ここの敵はみんなレベル5ですで倒すことができるので、なんだっけ、クワールだっけ、クエールだっけ、クエールは違うか。それでがっつり、3回使いますね。 MP が20消費だから、あと2回いけるから、あと2回戦いましょう。これ入れないで、自分の動画を見てあの復習したんですよ。これでも大丈夫かな、これでつけてあっち側に行けるから、これで向こうに行けばいいんだ。曖昧なのねなんて言ったって自分ここで迷ったからね。で戻って、あ、こっちもつけちゃってよかったのかな。でもつけると中のなくなり、あ、ちょっとけ、スムーズ。今回テイク2って言ったじゃないですか、最初めちゃめちゃ下りましたからね、これ復習したのにすごい下ったっていう悲しい。よし、 OKOK で、この最後灯すと、よし。で、あそこ光るんですけど、あれは取りません。わざと残して、あ、ナイス、エンカウントナイス。どなた、またか。例えば2体入れて出てきてほしいんだけどお金欲しいからやめろ。次2体出てきてほしいな。さあ行こう、先に進んでいきましょう。上か、分かりにくい、ここで、これはつける、オッケー。で、こっち来て、なんだっけか、あ、ここか。ここはまずここつけて階段ができるから、上に行って、あれ、いけないいけない。これもつけて奥に入る。で、これ取ります。これ大事大事。来た、向かいの腕輪ですね。で、今度2段目、上に行って、あー、2段目だよ。エクちゃんちっちゃいけど、あ、走るの早くてよし。で、ここだ、ここの灯して、上もね、灯しに行きます。ここもね、よし。あれ、灯さないとボス出てこないから、一回戦いたい。あ、ナイスナイスナイス。でもこの一回だけでいい。もういいからね。2匹、2匹。よし、来た。ただ魔法をやられると非常に。あー、きついきついきつい。クイナやばい。クイナ。クイナ。マイオカ死ぬかもしれん。あ、禁止か。どっち先、あっ、来たー。マインドブラストって何だっけ。生きてればいいんだ、生きてれば。脳みそか、脳みそならいいよ、吸い取って大してないから、クイナは。危なっ。
エンカウントしたくないです。したくない。あと逃げるしかないもんだって。これでおしまいにしたいな。祈りましょう。ちょっとで、出てきたから今度1階だな。こっちこれつけて入って、この動作と申します。うん、 OK。 ってると怪奇現象のはい、ここっていうのが聞こえるのでセーブしましょう。私はセーブする。何にも複雑じゃない。火を灯して灯して、ちょっとカメラさん急いでほしいんだけどね。これを撮って、色づきで影作りたいからこっちを消すと。のあっちも同じ感じでやっていきます。もういいよ、分かったから。カメラさん、いいいい、大丈夫、もう大丈夫なんで。はい、始まります。はい、ミネチュアシルバーでこっちを消すと道ができます。え、もう分かった分かった分かった、見えてるから大丈夫大丈夫、最高。ボスだ。はい、装備を。ゆりちゃん大事なやつ、これですね。ローが使えるようにしての、レビだけかな。あ、クイーンがつけとくか。エレクトリング行こう。あれ、回復平気だったよね。確か。はい、ということでバリアフィラー戦です。この敵は、デザートエンプレス内の陽光獣の数によって能力をアップしてくるんですけども、2つほど残してきました。攻撃の無効化に失敗で、魔力ステータスをアップしてる状態で、防御ステータスもアップしてる。ただ物理攻撃しないからこれは大丈夫。回避ステータスの向上に失敗、魔法防御ステータスの向上に失敗で、魔法回避ステータスの向上も失敗と。さあ、ここから戦っていきますが、結構ここはね、鉄板らしいですね、戦い方が。カーバンクルからの全体豪華です。初めて使うね、本編でさ使わなかったんだよ。ごめんね、カーバンクル。
リフレクがね切れちゃう場合があるのでちょっと注意なんですけど、クイナが切れたかもしれない。そこも張った？クイナが切れてるよね。あれ反対でいっか、きついな。あ、なくなってきた、なくなってきてる、やばい、ブリザが来た。死ぬかー、クイナよ。もう倒せると思うんだよな。あんまりか、あ、でもリフレクがめんどくさい、めんどくさい。早く切れちゃったな。頑張って。これで大丈夫でしょ、もう。さすがに。一回もやることになると思う。なんとかなんとか。ちょっと時間かかったな。まあいいでしょ。まあいいでしょ。数分はしょうがない。これをつけて、さあワープだ、終わった。さあ一方その頃着いたね、こっちも。行こ、一旦ここもエンカウントするから、一体だったら倒す。でもお金をこんなにね、お金がきつくなると思わなかったよ。時間との戦いもあるけど、この戦いもあるんだね。効果的だ。確かにそんなにエンカウントしてないからお金は少ないわな。一体か、消したい。結構覚えたな。もうエンカウントはしたくない。戦いたいとは言ってもそんなにエンカウントしたくない。実際はね。よし、着いたー。着いた着いた。あれどこだ、ここ。あ、もうすぐあれだね。みんなちゃんと見ててくださいね。あのシドの潰されるとこ多分一瞬だから、私連打してるから。
行こう。ぼーっとしてた。あ、びっくりした。開いた音が重い。さあ、着いたぞ。会えて嬉しいよ、ジタン。あー、休憩だわー。悪趣味だなー、これも。あそこ覗いて見えるとかやだね。したいな。あ、そう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 、早かった早かったけど早すぎたわ一瞬だった。あ、いけないと。くそー。そういえばあいつあれだよね、ここでネミングウェイのカードが手に入るんだよ。あ、これでいい、これでいいです。ムカつくわ。ここで手に入んないと思ってた。頑張ってトレノでカードゲームして手に入れたのに。本当に持ってってやるわ。いつも迷うんだけど手前だよね。よし行こう。あ、そう、もうちょっと腹いせにあえ捨ててやるわ。ここで捨ててやるわ、ネーミング。こんな。時間ないのに。はい、捨ててやるわ。ここで捨ててってやるわ。やばい、急げ急げ。一体一体、二体か。逃げる逃げる。逃げるー。急げー。よし、ナイスナイスナイス。めっちゃ早いじゃん。早かったな今。ここ何回も往復やだよね。あー、やっぱり絶対エンカウントするんだけど急に、なんでだろう。もう逃げてもいいかな。見て行きたいか。あー、時短としたいの早いから来ますか。お、ナイスナイスナイス、よかった、ナイスやで。行こう行こう行こう、早く行こう。もう会いたくない、もう会いたくない。おい待って、多くないか、多くないかこれ。このマップで3回転。逃げる逃げる。まあ逃げるよ。見たらいいよが。先生だろうがこんなに逃げるわ。合わせたかな、もしかして。時短したいな。やってみればよかった。
ましょう。私ここのスイッチ押すときの時短結構好きなんですよ。いくよ、ほら。追いかけよ追いかけよ、急げ急げ急げ。しなきゃ体力ついたら。ね、ここで多分追ってくるブルーナルシスが、おお来た来た来た。これさ、ブランクがこうやってると思うと思うと、また胸熱じゃない？いいよねこれ、追いかけてんの。だ、閉ざされた体力。ついにここ来た。今回エストガザー一瞬だろうな。結構好きな場所なんですけど。着くぞ。あ、ここでこれビビです。ビビに変えます。ビビフラギアさん、オッケーオッケー。ああ、行くぞ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 。行くぞ。頑張るぞ。向きがおかしいぞ。さあ。まっすぐだー。おーい。はあ。遠い。着いたー。すごいとこにいるんだ、モグを。ちょっと寝て。あー疲れた。8時間18分4秒ですね。うわー、もう4時間ないじゃん。4時間ないけど、10時間はちょいちょいぐらいで考えてるので、ディスク3をって考えれば、まあまあいけそうな気もします。ちょっと自信ないので。はい、ディスク3も多分もうあと半分ぐらいなので、また頑張っていきます。